けてくれるの。今日ゴミ収集日やね。初めて目が合ったゴミ収集の方。目合った？目合った。どんな人やった？めっちゃ優しそうやった。優しそうやった。私にも頭下げてくれた。あ、そう。申し訳ない。U ターンしていかはるかな、ゴミ収集者さん。見ちゃった？見ちゃったな。こんにちは、キリノのママです。今日は参考になるかはわからないんですけど、2人目のベミーのために買ったものと、1人目のキリノの育児をしてて使って良かったものを紹介していきたいと思います。まず最初、たくさん買ったんですけど、どっから説明しようかな。ね、ずるは？ずるってなんなんそれ。あのさ、トン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 ってさ、うんうん、なんだっけ、コブじいさんずるってやるやん。ああ、あれ？あれ。コブ落ちた音？そうそう、それ見てもらう。トン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 、コブじいさん、ずるは？それより見てよ。面白いな。こんだけも買ってあるんで、こんだけも。うん、あ、ちょっと入れ方が雑ですが。2つ、アマゾンとゾゾタウンで買いました。ふふ、楽しかったわ、買うの。買いすぎやろ。ゲラだよ、みんなは。じゃあ、まずは抱っこひもから。じゃーん。コニーの抱っこひも、サマータイプ S サイズを買いました。待って、ピンとキノに持ってかれてる。そう。キノ、それちょうだい。いやー。いやーみたい。いや、はい、コニーの抱っこひもです。開けるで、キリちゃん。サブの抱っこひもとして買いました。ペンギンかわいいね。かわいい。コニーって有名なの？あ、有名。サブの抱っこひもとしてすごい有名なの。あ、そうなんや。うん。これなんやろ。タイツちゃん。あ、ちゃうね。多分2つのタイツなんてないやん。お、こんな感じ。あ、涼しそう。何それ。こうメッシュタイプになってる。出産予定が5月で、抱っこひも使うの大体3ヶ月ぐらいじゃない、外に出たりするのね。だから夏に使えるようにと思ってメッシュタイプを買いました。キリノの時はこのエルゴの抱っこひも、これもメッシュタイプになってる、サマータイプなんですけど、を使ってました。これもね、すごい安定してて楽だったのでたくさん使ってたんですけど、うん、俺も使えたそれ、ね、しっかり腰でキュッと、うんうん、キュッとなってキュッとね、うん、そうそうそう。なんだけれども、やっぱ荷物とかに入れて持ち運びにくかったじゃない、はい、だからちょっとこっちをね買ってみました。いいね、それくしゃってしてポケットにでも入れれそうや。エルゴのいいとこは旦那さんでも奥さんでも使えるっていうところかな。でもこっちは S サイズだからあなた使えないんよ、お母さんが使うっていう感じで買った方がいいかなと思います。あ、次におくるみですね。エイデン&アネンの。エイデン&アネンっていう名前さ。エイデン&じゃあちょっと遊ぶわこれ。うん、ありがとう。おやつの時間ちゃう。もう昨日の時はピンクとかが多かったので、今度は男の子っぽく水色にしました。楽しみやね、男の子ねえ。水色かわいい。これはコットン 100% で、生地も柔らかいので使いやすそうだなと思ってます。コットン100。次は授乳クッションは愛王朝の授乳クッションにしました。前も持ってたんですけど、すっごい安いのを買ったのでぺったんこになっちゃってて使えなさそうなので新しく買いました。授乳クッションを選ぶポイントは、こう高校にして授乳するじゃないですか。なんですけど、ここのね、分厚さがあんまりないと、こう赤ちゃんの頭ってめっちゃちっちゃいじゃないですか。なのでね、胸まで届かないですよね。それだとこう悪い姿勢になっちゃったりして大変なので、なるべく分厚さのあるものを選ぶのがいいのかなと思います。この授乳クッションを選んだ理由は、こういうねちっちゃいクッションがついてて。それ昨日の時なかったよ。なかったやろ。なかったよ。ここでね、さらに高さをアップできる。頭大きちゃん。そうそう、頭大きがついたんよ。すげえやん。これのもっといいところを言うと、ここにねまだ入れれるんですよ。なのでもうちょっと高さが欲しいなと思ったら、ここ自分でタオルとか入れてね、厚みを出せるので、すっごいしやすそう。うん、使うのが楽しみです。いいよ、おっちゃん。8ポイント。次、買い忘れがちなバスタオルです。君の時買い忘れたんだよね。
新生児には清潔なね、新しいものを使ってあげたいなと思うので新しく買いました。ふかふかやん。ふかふかでしょ。そうそう、ちゃんと綿 100% を選びました。6個買いましたこれでバッチリですね。1週間行けたやつ別に洗濯しないわけじゃないけどやっぱおくるみとして代用したりとか結構用途がね、いろいろあるので。次寿司みたいな、大きいにな。なんでやねん、ちょっとお皿寿司のように並べてんね、今一丁。なんでよ、ちょっとお皿お皿デコポン一丁。うめえな、これこれ中入れ、中入れ、そうそうそう、別に食べてるやつ入れんでもいいね。これ横のこれ入れといてうん、ありがとう。授乳クッションを買うタイミングなんですけれど、まだ母乳が出るかわからないのに授乳クッションとか授乳ブラとかね、いるのかなって思うんですけど、私はそうやって一人目の時に思ってギリギリまで買ってなかったんです。なんですけど、これね、アマゾン様は頼んだらもうほんと 2,3 日ぐらいで来てくれるじゃないですか。マゾン様なので、入院中に出るのかな出ないのかなっていうのはわかるので、そこで、あ、出るなと思ったら入院にね、ポチって買ってしまえば退院した時には届いてるので、こうすぐに買わなくていいと思います。入院ってさ、何日しなあかんやったっけ。最低5日ぐらいあるよね。最短で4日で、うん、普通は5日かな。そうなんや。そうそうそう、だから入院して2日目とかに買っとけば、ね、お家には届いてるので、それでもいいかなと思います。前もって準備しなくてもね。なるへそ。でも授乳クッションはこう抱っこする時とかにもね、大きになるので、まあ、楽やね。そうそう、授乳しなくてもあった方が楽だなって思います。洗剤はソネットの洗剤を使ってます。これはね、私が買ったというより夫が選んで買ってて、ずっと使ってます。優しいよそれ、肌に優しいからね。うん、着色料不使用とかいろいろ、有機ラベンダーとか書いてありますね。赤ちゃんの肌にも優しい仕上がりって書いてあるので使ってます。柔軟剤もこのシリーズを使ってます。見せたろ、これ見てみ、これこのね、大きいのを買って重たいわ詰め替えて使っております。あとはベビーザラスの10本入りベビーハンガーです。服も増えるのでね、貼っときました。全部白が可愛いなと思って。あれですか、立って食べてんのは。おっちょんしなさい、賢い。次にお尻拭きですね。この赤ちゃん本舗の水 99% タイプが大好きでずっと使ってます。いろいろ厚手のものだったりあると思うんですけど、水分量もね 99% が私はちょうどよくって、 99.9% だとね、お尻がびちょびちょになっちゃうんですよ。それだとおむつかぶれの原因とかになっちゃうので。そんな 1% で変わる。めっちゃ変わるで、全然違うねんで。知らんかったわ。私うちわで仰いでたもん、おむつかぶれの色にもう始めるわ次は服ですね。服はすごい楽しみながら買いました。え、知らんねん何買うたか。うそやろ、うん、見せてあげる服見せて。服見せたろ。まずは肌着から、うん、肌着はもう私、あ、これは知ってる、ね、一緒に買いに行ってもね、うん、無印ですね。もう霧のもずっと無印だったね。いいね。単肌着を3つと、うん、コンビ肌着を1つと、はい、無印のいいところはオーガニックコットン 100% っていうところと、あとハグがね絶対ないってところやね。それいいよね、うん、荒れるもんね。そうそうそう、霧のもね、ここにハグがある服をずっと着てるとかゆなるもんね。そうそうそう、やっぱ肌弱いよね赤ちゃんってね。ねね。あとは次スタイかな。スタイはこれがアプレレクール。聞いたことある。昨日の服も結構買ってますね。うん、じゃあ天使の羽根付き。いや、もう天使くんになるわ。天使くんやわ絶対。もうこれはもう見た目重視で引っ張る。こっちは機能重視で、これ読み方なんだったっけ。読んだろ。あの読むで。いくで。アデン、うん、プラス、うん、アナイス。あ、ちょっと違うやろうけど、まあそこはテロップでなんとかしてる。最後ね、ちょっとここ大きい方が結構便利です。よだれこう垂れると、下の方までこうピーって垂れちゃう。大きいともう全部カバーしてくれる。あ、ほんまやね、大きいねこれ。そうやろ、大きいやろ。大きい大きい。たくさんよだれが出るだろうと思って。よだれ出ますよね。ね、よだれ出てたもんね、あの子もね、うん、出てましたね。なんか大きいのを選びました。何よ、あ、前に座りたいんでしょ。分かった分かった、いやー甘えたちゃんですね。そうだよ。じゃあですね、これをね、一番に見てほしかったの。何、じゃーん、カエルちゃんセット。何それまず帽子やろ、うん、あとスタイやろ。めっちゃ可愛いやん、カエルちゃんセットとかあるんや。で、これが半袖のスウェーオールかな。半袖しかなかったからさ、まあ夏に着れるわと思って。ポプキンズベビー、はい、うん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 、
ていうところ。切りの切りはええで。5月に出産予定なので服装は肌着とその上から長袖のツーオールでいいかなと思うので、1個目はギャップのこの雲柄のツーウェイオールと、これがサイズ50から70の、何ちょっと見たい、クマプティマインの、どれですか、じゃん、かわいいやんか、せやろ、かわいいやろ、癒しな感じ、どんな子が生まれてくれるかな、ね、楽しみですね。これもクマプティマインのツーウェイオールですね。ちゃん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 、あとこれキリノに買ったんだ、ワンピース、かわいいやん、そやろ、めっちゃフリフリやな、そやろ、なんかさ、キリノ私フリフリ着てほしいのに全然買ってなかったなと思って、今しか着られへんね、フリフリ、そう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 、だからね、かわいい、下もね、ハート型にくり抜いてあってめっちゃかわいいと思って、これを夏にキリノに着ていただきます、着てもらおう、うん、かわいい。新しく買ったものはこんな感じです。1年8ヶ月前にキリノを出産してるので、後のものはね、全て使い回しで行こうかなと思っております。ベビーベッドは木のね、組み立て式のすっごいごっついのが2つあるんですけれども、新しくママになる方はね、別に買わなくてもレンタルでいいんじゃないかなと思います。そうなの、うん、あるある、レンタルあるね。私たちは夫の実家のね、倉庫に置かせていただいてるので、置き場所には特に困ってないんですけど、いざ買ってしまうと、ね、半年ぐらいで使わなくなって、そこから置き場所どうしようってなってしまうので、それはレンタルでいいかなと思います。ベビーカーも A 型はレンタルでいいのかなと思います。昨日ベビーカー1回しか乗ってないので、でも買ってしまったのでそういうことになってしまうので、レンタルでいいかなと思います。チャイルドシートは絶対必要なので、それは買った方がいいですね。あと布団や、布団、ガガーこれキリちゃんがずっと使ってたサンデジカのベビー布団セット、3点セットで買いました。敷布団と掛け布団と、あとちっちゃい枕とね、ついてるものなんですけど、ベビー布団セットって結構オーガニックコットンとかにすると高いんですよね。なんですけど、サンデジカは1万2000円ぐらいで、ね、結構お手頃で買えて、生地もふわふわだし、すごい気に入ってます。やっぱ肌に触れるもんやからね、ちょっとこだわりたいよね、素材とかさ、そうそうそう、デザインも可愛くて、生地も柔らかいし、何がいいって洗濯で全部丸洗いできるのがすごいポイントだなと思って選びました。ね、スワードラップ取ってくれる、その辺にあるよ、出た、神アイテム、そう、神アイテムだよ、はい、これは神様だよ。産後の一番の悩みは、私は寝かしつけやったんですね。みんなそうやと思うね、え、そう、いろいろ大変でしたけど、もう何しか寝かしつけがとっても大変なんだよね。だよ、もう大変だった大変だったね、そんな時に私が使ってたのは、このね、スワドルアップ、こういうおくるみと、コンビの眠りらを使ってました。で、ね、コンビの眠りらは今、夫の実家にあって持ってきてないんですけど、その2つのおかげで、キリノは生後2ヶ月くらいからは、昼間も寝かしつけ抱っことかせずに自分で寝ててくれたので、本当に助かってました。これね、ちょっと変わった形なんですけど、よく寝るんですよ、これがね、包まれる感じやもんね、懐かしいね、懐かしい、あの姿も可愛いよねていうかさ、髪の毛切ってからさ、そうそう、初めての映像じゃない、映像ね、動画だね、そうだね、髪の毛切りました、だいぶ短くしたよね、そうそうそう、こんなに短くする予定はなかったんですけど、まあこれもね、出産準備の一つですよね。まあね、そうやね、こう起きて、今回の髪型のこだわり言ってもいい？はい、聞きます聞きますよ。今回は起きてすぐもうそのまま外に出れる髪型っていうのを意識しました。なので、お前髪だけね、こうパーマ当ててて、コテで巻かなくていいんですよ、毎朝。今日もね、起きてブラッシングしてオイルつけて、これ何もしないね、そうそうそう、ワクチン、これからはね、できるところは時短して、なるべく自分の睡眠時間を確保することが大事になってくるので、生後 1,2 ヶ月でね、なので髪の毛切りました。哺乳瓶紹介は終わりです。これからママになる方のね、参考になればなと思います。可愛いよ、その髪型、うん、ありがとう何でもあなた伸ばしてほしいんでしょなんか見て、どっかあるかな、今もうちょっと撮ったり、俺どんな顔したらいい、痛い